はい、皆さんこんにちは、こんばんは。初めましての人は初めまして、シラコングです。今回ミッションでね、航空電下級戦士でやっていこうかなと思ってます。左から2時、何凸だ、3凸1凸2凸、1凸2時、フレンド無凸です。こいつを借りることになりました。バーダックさんですね。一旦アタック、ディフェンスを幅上昇と。で、名称に5個を含むキャラがいるときね、まあ登場演出が発動するんで、5ターンの間ね、属性木玉のうちランダムで1種類を二次木玉に変換と。で、必殺見極めもできるんで、まあかなりでかいかなと思います。うん。で、まあ必殺発動しつつやっていく。で、二次木玉を取得しつつっていう感じだね。見えへんがな。うん、っていう感じでやったらいいんじゃないかな。うん、二次木玉3個取れたら取りたいね。リンクはね、そこまで高くないですけどね。まあやっていきましょう。アイテムだけちょっと回復だけ持っていこうか。まあこんだけあったら十分でしょ。はい、あー、いや、ネズミミスったな。まあいいや、ネズミ使うことねえから。まあアタック、ディフェンス、無限上昇系をしっかりね生かしていきたいね。さあやっていこう。でちょっとね、ごめんね、登場演出をね見たいんですよ私。ってことでやっていこう。バーダスさん、バーダスさん、リンク悪いね。どうしようかな。あ、これ何でもいいや。 OK、 バーダック打てる。しゃあやっていくぜ。まあ悟空系風下級戦士って言った流れですね。まあさ、うわー、上げさせてくれ。上げさせてくれ、バダックさん、上げさせてくれ。お、いいね。いいね、なんかいい。どうするかな。たまんねえな。なんかたまんねえわ。サイヤ人の血、超激戦。サイヤ人の血でいいか。まあ必殺技ボコスが打ちまくってっていうキャラなんで、なるべく打っていきたいところではありますね。かっけえ、かっけえ、かっけえ、普通にかっけえよ。これは濡れるわ。曲がるカメハメハ。オーケー、じゃあ次だ。次は技属性か。13万、これ取って、とりあえずさ、少年悟空を上げていきたいんだよ、俺としては。あ、撃ってきた。結構痛い。まあ、3までは別に順調にいけるんだよ。OK。200万。悪くない、悪くない。サタデークラッシュ、兄弟対決。サタデークラッシュ。まあアタックも現状昇級だから、こいつしっかり返していきたいところではありますね。だよね、バダクさん繋がんないもんな。だったら即バーダックはちょっとリンクつながらないけど、なるべくね、ちょっと上げていきたいところはあるね。それでもディフェンス面上げるってすげえ重要だからさ。はい、パカーン。それじゃねえんだけど、もいいや。
いいね、たまんねえな。おい、さあカラスね、誰が高い。少年悟空高えな。少年悟空で染めるか。そうすると次バーダックバーダックバーダックになるんだよ。トリプルバーダックになってもいや真ん中じゃ、真ん中の方が良かったかな。284万。それじゃない、まあまあいいでしょう。打ってこないね。速バーダック、技バーダックちょっと変えたいけど5ターンだからな。倒すんかい。技、さあ必殺見極めがでかいんだけど、あーこれ誰で受けるのが正解な、わからんな、わからないね、わかんないね。バーダックさん受けてくれ。これでいくしかねえもんな。さあ403万。フレンドは無凸だけど普通に強いね、これ強いわ、普通に強いわ。化け物ドラスマすごいな。ドラスマも2桁で抑える時代になったんだね。はあ、力出るね。次がタイだったっけ、即か、即力チーだね。いいよいいよ、オッケーオッケー。少年悟空を残しつつやっていくか。ドッカンモードも近いな。さあ行くぜ。507万。打ち込めこの野郎。いいよいいよいいよ、悪くない悪くない。そい、はい、オッケー。次フル、最後やば。まあ大丈夫か、まあなんとかなんべ多分。ドッカンモード入れんか、これは惜しいね。いやでもどうだろう、この技バーダックケツに回した方が良かったかもしれない。あーいや良かったわ、危な、最初で飛んでくると思わんもんな。58。さあ209万、どんどん上げていこう。 OK、 俺が未来を変えてみせる。よ、さあどうするかな。次力だからな、ちょっとこいつは残しておきたい気持ちはある。どうよ、残します。まあ、HP マックスに近いからドッカーモード別にタップせんでもええかもしれんな。タップしないです、タップせずにスマートに行きましょう。多分倒せるとは思うんだけどな。パッカーン、倒せんわ。地獄で倒せんかったら、まあ、タイまでもあるから別にいいか。倒せんかい。さあ次力、こいつのアクティブっていつ打てんの。あー50パー以下か、50敗かってむずいな。で次は地属性だからラディッツが注意だね。
307、まあ、なるべくアクティブしたいところではあるんだけど減らねえ。硬っ。こっちも硬いな。強いね。普通に強いじゃん。めちゃくちゃいいや。187、うん、あまいいでしょ。198万、サタデークラッシュ。オッケー。やっぱ火力がいいわ。火ダメは食らうけど。さーてと、うーんちょみたいな。うんちょこちょこちょこピー。オッケー、これでいこう。あだらまだこのバーダックは上げていいかな正直。パッカーン、いいね、悪くない。さあこっからだね。うおい、効かぬ。あーでもこいつでこれぐらい食らうんだったら技のバーダックやっぱディフェンス面優れてんだね。ステータス見ればよかったな。ちょっとステータス見よう。さあ432、まあ、あー避ける。ステータスがまあこんな感じ。29万か。でもうわーこれ怖えー怖えー。どっち、こっちだね。まあ最悪アクティブ打てるしな。さあ304万、虹木玉取ってないから会心出ればワンチャンありがたい。出る。ただ次のステージのことも考えるとちょっとまずいかな。技のバーダックはちょっと入れ替え候補だね。 OK 打ってこない。すい。 OK 火力。さあ打っつぶしましょうか。そろそろ潰しましょうか。アッパー、パッカーン、勝てーな。オッケー、あと1本。いいよいいよいいよ。これラディッツで蹴りつけれるかもしれん。そしたらマジででかいんだけどな。あでかいんかこれ。うー、いった。オッケー。さあ次、どうする？俺だったらどうする？こうだ。いや待って、わざわざで固まるのは良くないな。だったらこれで行くべきか。そうだね、わざわざで固まるの良くないもんね。ひじき玉降りてこい。ねえ、まあ2個でいいや。これで行きます。地獄へ落ちろ。227万、よいしょ。おお、打ってきた打ってきた。10万以内に抑えたいね、これだったら。41、全然抑えれた。ちっちゃい悟空でもできるもん。避けられる、食らう。オッケーオッケー、全然流れ悪くない。はい、情けねえ。俺が貴様を倒す。ぶっ潰す。さあでこっちだね。全然戦えるけど。全然戦えるんですよこいつ。まだまだ。
さあどうするか。地獄をちょっと回そうか。いや地獄でよかったんかな。ちょっと難しいなこれ。行くぜ。233万よいしょよいしょー。 OK 全然いい。いい火力。相手が硬えな。でもそい OK よきよき。避けられる。これ避けられるの嫌だな。さあ打ってこないが。うわーこれ怖え。怖え。死ぬかもしれん。死にたくねえな。どこで相手が打ってくるかだね問題は。真ん中とかだったらまだいいんかな。ケツで打たれたらだいぶやばいから。いやー打ってこい。頼むわ。打ってきてくれ。打ってきてくれ。よいしょ。オッケー軽く打ってこい。オッケーナイス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 。これはそんな食らわないはず。8万。さあこっからっすね。こっからどれぐらい食らう？おお10万近く食らった。あぶねえ。いやー怖え。これリンク的にはこうがいいんだけど。頼む打ってくんなよ。もう打ってくんな。328万。よいしょー。いい火力してる。それじゃないけど。いけるよ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 。 OK。 さあ403万。やっぱリンク偉大だね。受けられるがここで当てれば問題ない。うわーちょい残し。 OK ナイス。あおいおい、さあ蹴りつけようか。まあどれかしら当たるだろう。さすがに。よしこれでいこう。さあさあさあ蹴りつけるよ。まさか少年悟空で蹴りをつけることになるとはな。328万。はいオッケー。てな感じでいかがだったでしょうか。まあ今回悟空伝ですね。まあちょっと技バーだけ借りたんですけど、やっぱ強いね。強いしかっこいいわ。うん、かっこいい。ただ LR で欲しかったな。 UR じゃなくて。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。